君に。止まれ。何者だ。出番だ。何事だ。おい、止まれ。ご苦労様。抵抗はやめろ。作戦通り。さすがっすね。で、ソルジャーが何だってうちらの仲間になるの？その人キャリアを捨てるわけ？名前なんだっけ？元ソルジャーだとよ。名前はクラウドストライフ。武装路線で行くとなればプロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。ちょっとめんどくさいやつか。見た目がいいから許す。始まった。まずは顔、基本でしょ。どうせ俺は基本がなっちゃいない。っていうか出場種目が違う。もういい、それ以上言うな。例えるなら。例えるな。ただの金目当てならここまで来ないっすよね。クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちとは興味ないね。ウェッジ。高い金払うがっかりさせんじゃねえぞ。泣く子の腕さえひねるソルジャーといや、シンラの番犬。マコーロは初めてじゃねえんだろ。俺をマコーだまりのブリッジまで案内してくれ。教えたくねえってか。シンラに未練たらありじゃねえか。中堅スタンプかよ。拒否したって意味ねえぞ。もともとお前抜きで立てた作戦だ。マコーラは建造された時期によって構造が違う。この形式は初めてだが、なんとかなるだろう。おい、ロック解除。誰だ。閉めろ。おい、観念しろ。こっちのセリフだ。パスコードの情報は分派の同士が手に入れたの。あ、分派はこっちか。活動方針で揉めちゃって。はい、ロック解除。気張っていけ。ロック解除。あ、ホリック解除。あ、早く行って。脱出脱出。立てるか。わざと転んでみたの。クラウド。さすが。さあ走ろう。
全員いるな。怪我はねえみてえだな。爆発が派手すぎねえか。爆弾はレシピ通りに作ったはず。でも気化した魔法が反応してるのかも。これは町まで行っちまったかもな。町より星だろ。星の命ちょっとは伸びたかな。そうじゃないと困る。さあ外に出よう。ここ八番街でしょ。まだ先っす。よし先導してくれ。了解っす。セット完了。邪魔者はコッパ無人。さあ行こう。ジンダカンパニー機対策本部です。一番魔航路が何者かの攻撃を受け爆破されました。現在も断続的な爆発があり火災が発生しています。一番街および八番街は警戒区域に指定されました。この辺りは建物の倒壊の恐れがあり瓦礫やガラスが落下する危険があります。八番街に予想以上。こりゃいくらなんでもやりすぎっすね。今さら何を。ああその通り。俺たちはこの先ももっともっと魔法炉をぶっ壊す。星の命を救うためにな。だよな。覚悟を決めて始めたことだ。まだ始まったばかりっす。俺たちの活動は星を救う。そのために必要な犠牲は払う。ああ星だけじゃねえ、お前らの悲鳴が聞こえるぜ。はっ上等だ。全部俺が背負ってやる。不安、疑問、悩み事、それから報酬もまとめて俺に追っかぶせろ。うん、どうするよ。計画通りだ。全力で逃げる。八番街ステーションから最終に乗り込む。一旦ばらけて貨物車に集合。じゃあ後で。おい、約束の金は。アジトに帰るまで3000だ。クラウドさん、来なかったっすね。そんな顔するな。あいつはソルジャーってのはやっぱりただもんじゃない。うん、本気で誘わない。ちょっと心配したじゃねえか。何してやがったんだ。ああ、治安維持部隊がうろついていたからかき回してやった。連中を駅から引き離せたはずだ。余裕な、頼りになるだろ。待て、一つ聞きたいことがある。見えない敵を見たことはあるか。ローブを着た霧のようなやつだ。それ見えてるし。突然見える。
おそらく接触がきっかけだ。シンラの新兵器？ビビって幻覚でも見たのだろう。もういい、聞く相手を間違えた。車両を変えんぞ。何か用なの？いい加減にしてほしいな。ああいう状況には慣れてるのか。さっきの駅前とか八番街とか。ソルジャーだからな。俺は足が震えてる。やばい。そのうち慣れる。だといいけどな。いや、いいのかな。よっしゃあ、よし、全員無事帰還。作戦大成功っす。星を救うでっかい初めの一歩だ。うん、お前らピーヒャラ喋るんじゃねえ。捕まるぞ。やべ。うん、次の作戦まで自由行動。最高にうまいもんでも食っとけ。アジトでな、忘れたか、店の名はセブンスヘブン。ティワに顔を見せて安心させてやれ。とにかくご飯ご飯。ジェシーは？今日の反省かな。嘘ばっかり。今日は二人が当番なんだ。あ、もしかしてクラウドさん入団希望っすか？場合によってはな。自警団は何をするんだ？いろいろあるけど、まず居住区に紛れ込むモンスターを退治したり、住民に自衛法を教えたり、それがメインだ。自分の身は自分で守る。これスラムの心得っす。クラウドには実績が必要なの。いい評判、いいご縁、それを自警団で作れないかなと思って。もってこいの話があるっす。俺たちじゃお手上げのモンスターだ。金は出せないが、俺らなりの礼はする。そうだな、まずはその剣改造してないだろ。ああ、小細工なんていらない。それなんかの機械か。改造すればあんたもっと強くなるぜ。おせっかいだろうけど、手順を教えるな。できたか？ま、使いながらいろいろ試してみるんだな。ああ。それから、俺らなりの例、その2。何でも屋の宣伝だ。ウェッジがいれば、すぐにスラムに知れ渡るよ。クラウドさんのためなら腹ペコでも街中を練り歩くっす。で、モンスターはどこにいる？瓦礫通りだ。頼んだぞ。十分だ。でも道知らないでしょ。頼む。任せて。スラムで一番のガイドよ。俺らもしっかり宣伝しといたぞ。そうらしいな。だが一体どう伝えたんだ？まあまあ、仕事を真面目にこなしていれば評判はどんどん上がっていくよ。剣の調子どうだ？ああ、いい剣だな。お前との絆を感じる。ああ、ずっと一緒。あ、クラウド？なんでもない。村を出てからのこと聞きたいな。
退屈な話だ。それでも聞きたい。まだ時間あるし、仕事探しがてらどう？俺も行くっす。ウェッジはダメだ。あ、ウェッジ、行った。また今度ね。ひどいっす。ちょっとは気を使えよ。幼馴染の久々の再会だろうが。これで晴れて契約終了だ。さあ、悪いが席を外してくれ。身内だけでやりたいんだな。誘ったのにごめんね。みんなと話してるうちに、なんだろう、この闘争とは無関係のクラウドに頼りすぎかなって。ジェシー、まだか？あ、今行く。本当ごめん。気にするな。会の後でゆっくり話したいな。気遣いならいい。ジェシー、我慢の限界っす。じゃあ後で。ごめん、お待たせ。乾杯。鉄道、今夜はもうないぞ。奴ら終電を早めたんだ。というわけでバイクを借りてきたから、これで上行こうぜ。どうしてわかったの？ジェシー、様子が変だったっすよ。なんか俺たちと話してても心ここにあらずというか。かと思えばやたらとハイだったりよ。それにしたってどうして上へ行くってわかるの？何、私起きたまま寝言言った？両親の顔見ておきたいだろうなって思ったっす。図星だろ。いてててて。で、ほんとずうずうしいと思うんだけど、親のいない俺たちにも親孝行気分のお裾分けをだな。クラウド、親は？え？ああ、いない。じゃあ、みんなで行くか。親不孝の痛みを分け合おう。おみんな、新しい ID は持ったね。へい、アネゴ。行くぜ、野郎ども。わっしゃってません。はいっす。タイヤか。安心したまえ。こんなに楽しいレース降りるわけがないだろう。おっと、最後まで付き合うとも、どちらかが燃え散るまでね。どうでそれ。ジェシー、ハンドルを頼む。え？
ここからは歩きで。夜遅いし、もうそこ市街地だから。キッツキツで痛いっす。ハムみたいだぞ。中身スカスカのハムっす。はいはい。お腹空いたよね。ほら、行こう。7番街の社宅地区、うちの親、神羅の人間なの。私、マコーロのおかげで大きくなったんだよね。見て、たまにしか帰ってこない娘のためにいつもああして明かりをつけている。ママは典型的ミッドガル住民。ピザ出るかな、ミッドガルスペシャル。ジェシーのおふくろさん、どんな夜中に訪ねてもうまい飯作ってくれるんだよな。よく食べる人とお客が大好きだから。じゃあ行こうか。クラウド、例の件お願いね。とりあえず家の裏手で待ってて。ああ、わかった。クラウドさんにもミッドガルスペシャル食べてほしかったっす。そこでクラウドの出番。何でも嫌なら何でもするよね。私の家に忍び込んで大泥棒お願い。しばらくしたら裏口を開ける。合図は。明かりがついたらそれが合図。裏口を開けると廊下があるの。正面の扉は開けちゃダメ。右側の部屋が目的の場所だから。ごめんね、こんな夜中に。ビクスたちと盛大に騒いでママを引きつけておくから、音は立てても大丈夫。パパがいるけど気にしないで。パパの ID カードを探してほしいの。部屋のどこかにあるはずなんだけど。自分じゃやれそうになくてさ。お願いね、クラウド。ジェシー、手紙。パパ、ママ、今までずっと連絡できなくてごめんなさい。私は今ゴールドソーサーにいます。女優になる夢をついに叶えたの。たくさん迷惑かけたけど、ようやく胸を張ってパパとママを招待できます。主演ジェシー、主演。マコーロの整備担当だったんだ、うちのパパ。あ、借りるぞ。
了。今は舞台に上がってないんでしょ？それでもゴールドソーサーがいいの？ジェシーは頼りにされてるっす。でも裏方さんなんでしょ？もう帰ってきなさいよ。ほら、八番街の劇場を目指すなんてどう？ああ、いいかもね。あのね、ママ、私たちそろそろ行かなくちゃ。もう？本当は寄るつもりなかったんだよね。ウェッジがピザ食べたいって言うから。ごちそうさました。ウェッジ、足りたの？あと2枚はいけそうっす。ウェッジ！ピザは作戦のうちっす。ペコペコじゃお腹も気持ちもしぼむから。次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもり。どうしても売人と連絡がつかないから、神羅の倉庫からいただいちゃおうかと。お待たせ。これでいいか？ここからが本番。これで76分室の。じゃあ行くか。私が一人で行く。どこから何を持ち帰ればいいのか知ってるのは私だけだから。んじゃあ俺らピザ食いに来ただけかよ。ただで返すと思う？腹ごなしにクラウドを手伝って。ほら、さっき私たちでママの注意を引きつけたでしょ。なんて言うんだっけ、ああいうの。ほら、陽動だな。それそれ、さすがソルジャー。え、じゃあ今度は神羅の人たちとピザを食べるっすか？食った分動けってことだよ。お前が中にいる間、警備の目を俺たちに向ければいいんだな。そうそう、さすがビックス。合図の照明弾が上がったら、みんなは倉庫前の広場を正面突破。思いっきり暴れて、できるだけ時間を稼いで。ソルジャー頼みの力技だな。作戦の所要時間は？それほど長くはかからないと思う。終わったらもう一度照明弾を使うから、この先の空き地で落ち合おう。待てよ、どうやってスラムに戻る？始発に紛れ込むか？ダメ、今夜のうちに戻らなくちゃ。方法は考えてあるから大丈夫。じゃあまた後で。では陽動部隊も行きますか。ジェシーの親父さんいたろ？ジェシーがゴールドソーサーのショーで。ああ、こんな話興味ねえか。いや、聞いておこう。ジェシーはずっと役者志望で、努力して努力してショーの主役を勝ち取った。両親も大喜びさ。ところがだ、公演の直前にお父さんが倒れちゃったっす。過労だ。しかも倒れた場所が悪くて、魔鋼だまり近くの通路で半日以上放置されていた。そのせいで発見されてからこっちあの状態だ。そんな時に生命学や本家のアバランチと出会って今に至るってわけだ。ジェシーは信じているっす。お父さんの命はこっちと星の中を行ったり来たりしてるんじゃないかって。だから早く魔法炉を止めないと。親父さんの命が消えてしまう。今笑ったか？星の命がどうこうよりずっと共感できる。そういう意味か。魔法の中にはいろんな願いや思いが流れてる。てめえの都合で好き勝手に利用していいもんじゃねえんだ、きっと。あ、話したってこと、ジェシーには内緒だぞ。あいつ怒ると手がつけらんねえんだから。それはどうだろう。俺たち殴られるかも。興味ないね。こいつ。お、ジェシーの言ってた空き地。作戦が終わったらここに集合っす。合図があるまでは慎重にな。静かっすね。この奥が広場のはずだな。待て、警備が一人もいない。え？
ら先客がいるらしい。ジェシーじゃないっすよね、これ。厄介なことになってなきゃいいが。確かめよう。誰もいねえ。どうなってやがる。あっちが広場、奥が倉庫っす。ジェシーは裏から回ってるはずだけど。ひとまずは様子見だ。今のうちに作戦を。やるのは俺一人でいい。俺ら足手まといだってか。んなこと言うなよ。仲間っすからね。面倒は見ないぞ。準備があるなら今のうちにな。終わったら声をかけてくれ。足りないものはそこの自販機で。クラウドさん、あんた確か召喚マテリア持ってたよな。敵地のど真ん中で暴れるんだ。準備しといて損はないと思うぜ。よし、じゃあ持ち場の確認しとくぞ。クラウドは広場の真ん中で派手に暴れてくれ。俺たちはクラウドのフォローだ。まずは全体を見渡せる場所に登って、そこから援護をしていく。お待たせ。何？話があるって。俺、春になったら村を出てミッドガルに行くよ。男の子たちってみんな村を出てっちゃうね。俺はみんなとは違う。ただ仕事を探すだけじゃない。ソルジャーになりたいんだ。セフィロスみたいな最高のソルジャーに。英雄セフィロスか。ソルジャーになるのって難しいんでしょ？しばらくの間村には戻れないな。大活躍して新聞にも載るかな。頑張るよ。ねえ、約束しない？あのね、クラウドが有名になって、その時私が困ってたらクラウド助けに来てね。はあ？ピンチの時にヒーローが助けてくれるの、一度くらいは経験したいじゃない？はあ？約束しなさい。わかった、約束する。作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない。それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。ジェシーの合図だ。うまく潜り込めたか。行くぞ。おう、すっ。侵入者なんていないぞ。隠れてるのか。お、おい、あれ。侵入者発見。あんなもんまであんのかよ。
しばらく持ちこたえろよ。観念しろ。約束しただろう。次は二人だけで勝負をしようと。君が点火したんだ。私のエンジンは今駆け出す興奮に激しく震えている。下がってくれ。分かった。私のスピードは楽しい時間はあっという間だね。まだまだ目指せる高みがありそうだ。私たちは必ずまた会う。その時まで生きていてくれよ、マイフレンド。
クラウドさん、今のうちに。武器を下ろせ、敵じゃない。ウンパが何をしている。そっちこそ。ウェッジは心配ない。今はあんたが見つかる方が厄介だ。なんだあれは。先客、あれも一応アバランチだ。主球派というか本流というか、まあ今の俺たちにとっては目の上のタンコブ、ケツの出来物。失礼。ここで何をしているんだ。さあね、俺たちを危険分子扱いして追放したくせに、自分たちだって結構な装備だったよな。噂じゃあろうことかウータイと手を組んでミッドガル中のマテリアを持ち去るつもりなんだとか。何の意味があるんだそれ。そう、戦争が終わったと思ってるのはこっち側だけなのかもな。よし、作戦終了だ。ひとまず空き地まで戻るぞ。ああ。ずいぶんと賑やかなことで。シンラの増援もいるな。ああ、胃が痛え。ちょっと派手にやりすぎじゃない？うん、まあおかげでこっちも無事。あれ、ウェッジは？ウェッジ？俺たちが行く。おい、ウェッジ、大丈夫か。面目ないっす。撃たれたのか。多分流れ弾っす。お知りたい。どれ。ちょっと何してるの。うわ、ブヨブヨ。屈辱っす。当たってないよこれ。弾が至近距離を通ってパンツが焼けたんだね。だからこれ、やけど。しかも軽い。腹ペコっす。あ、いい顔。行くぞ。帰るんだろ。もちろん。多分ここにあった。パパから聞いた時は半信半疑だったけど、本当にあってよかった。パラシュートか。うん、半信半疑にかけたんすか。5割ならかけるでしょ普通。楽しみ。みんなご苦労様、付き合ってくれてありがとう。それから明日の作戦終了までバレットとティファには内緒でお願い。余計な心配かけたくないから。うん、よし、飛ぶぞ。ワクワク。クラウド、ウェッジを送ってやってくれ。ああ。あ、忘れるところだった。ねえ。あ、危ねえだろ。何考えてんだ。ウェッジ、ちょっと何すんのよ。こっちのセリフだ。残りの報酬、下に戻ったらうちまで来て。誰が兄貴だ。
傷は仲間のためだろう。胸を張ってろ。え？なんか俺たち乗ってるよな。この柄特にね。あいつのおかげだな。うん。一緒なら何でもやれそう。俺、一人で帰れるっす。どうせ軽い火傷だし。いいから案内しろ。兄貴？あ、それはやめろ。こっちっす。ジェシーたち、もう帰ってるかな。そう。ここがビッグセンチ。まだ戻ってないっすね。そうか。また反省大会かも。ああ、作戦の後のお約束っす。考えすぎて熱まで出したり。意外だな。ちょっと心配っす。さあ、次はジェシンチっす。立ち入り禁止っす。役者志望の女子たちと暮らしてるから。変な気起こしちゃダメですよ、兄貴。ああ。念のため警告っす。みんな噂好きなんで。アバランチのことはバレないのか。そこは役者だから。あ、もう一回警告。兄貴も本気にしちゃダメっすよ。何のことだ。女はみんな大女優っす。男は立ち入り禁止ですってば。ほらほらにゃる、バニーパス。みんな挨拶。今日の門番はこの三兄弟。じゃあ見送りどうもっす。てやて、忘れるなよ。了解っす、兄貴。その呼び方やめてく。怖くない怖くない、兄貴は優しいっすよ。よしよしよし。うん、ああ好きにしよう。おお、クラウド、無事だったか。ウェッジは家だ。そうか、そりゃよかった。明日は大事な作戦決行の日だ。ウェッジがケツを打たれたとか言い出した時はどうなることかと思ったぜ。バレットに黙って上まで行って、もし何かあったら合わせるかはないからな。かといってジェシーの様子も変だったから放っちゃおけなかったし。ビッグス、ジェシーは今頃爆弾の準備してるんだよな。それって今からやって間に合うもんなの？やっぱ手伝いに行った方が。落ち着け。え、悪い。パラシュートでかなり流されてな。なんか悪い前触れなんじゃないかって。つい。スラムの心得だな、グラード。明日の作戦も必ず成功させる。みんなで用意してきたからな。あ、どうしたんすかその足。大丈夫すか。騒ぎすぎ。全然平気。でもしばらくは安静にした方が。ダメ。無理すんな。ジェシーは留守番だ。作戦はどうするの。ビックスはもう潜入しちゃってる。今さら中止にはできないでしょ。ああ、俺が頑張りゃいい。余計心配。俺がジェシーの分まで頑張るっす。
今から出られるよな。報酬は割り増しだ。おお、任しとけ。よし、クラウドを入れて作戦再開だ。私の分までかき回して。ウェッジ、お前はジェシーとマリンを頼む。俺は元気っすよ。二人を任せられる。よーし、仕切り直しだ。ターゲットは5番マコーロ。各自準備を整えて駅に集合。準備の足しにしろ。金額の文句は受け付けねえぞ。頼むぜ、ソルジャーさんよ。てか、クラウド、ジェシーとウェッジはどんな感じだ。犯人グループが列車から飛び降りたって上は大騒ぎ。おかげでここは静かでな。マコーロへのルートはささっと確保済みよ。ヘイヘイヘイビーク。で、あとの二人は。ジェシーがね、怪我をしちゃって。ひどいのか。口数は減ってね、大丈夫だ。世話になるな。仕事だ。4番街へ行きに乗って正解だったな。警備は4番に集中してる。でもこっちの本命は5番。ちょっと複雑だが、この奥はもう魔鉱炉の中だ。狭っちい穴ぼこだぜ。文句言うなよ。こっちは補給物資とワイヤーリール。調子はこれ以上ねえってくらい上々よ。みんなのことお願い。おうよ。よし、俺たちもワイヤーの装備だ。落とさねえようにしっかりくくりつけとけよ。作戦が終わったらこいつで一気に下まで降りる。生きて帰んぞ。当然だ。大丈夫か。シンナがこの柱を倒して。分かってる。行かなきゃ。
上でバレットたちが。無理だ。ウェッジを頼む。俺は上へ行く。俺も行くっす。俺だけ休むなんて。ビックスは俺をかばって。ウェッジ、上はクラウドに任せよ。私治療する。ビックス、ジェシー、バレット、ウェッジ、いいな。ティファの指示に従え。ビックス、参った。いや、参った。な、ウェッジは治療中だ。安心しろ。よかった。腹がクッションになった。喋るな。上が苦戦中だ。頼む、クラウド、行ってやってくれ。任せてくれ。ありがとうな。そう言ってくれると心強い。そうだ、リーフハウスって孤児院がある五番街のスラムな。クラウド、時々行って子供たち。断る、自分でやれ。子供は苦手なんだろう。ああ、お前がまだガキ。じゃあな、クラウド。星の命任せた。従って。
エアリス、近くにセブンスヘブンってお店があるの。そこでマリンが待ってるでしょ。任せて、必ず助ける。お店まで案内お願い。任せてください。みんなのことよろしくっす。セブンスヘブン案内するっす。ウェッジ待って。うるさい、今は通行禁止だ。開けてください、ここが通れないと。うるさい、無理だと言ってるだろ。ウェッジ、俺やっぱり役立たずっす。諦めないでウェッジ、私たちの声で助かる人大勢いるって信じよう。エアリスはプレートが落ちるって信じてるんですね。俺はアバランチの勝利を信じてるっす。でも嫌な予感がずっとしてて、なんだろうこれ。それ私もだから、いざという時に備えよう。あの時こうすればよかったって後悔しないように、今を精一杯できることちゃんと。何が起こるかわからないっす。後悔するときはいつだって手遅れっす。みんな助からなきゃ。お前、僕は後悔したくありません。皆さんこっちです、早く。 おい待て。ウェッジ、セブンスヘブンはこの先だよね。そこの道を抜けて右側っす。マリンは任せて。町のみんなは任せてください。おい、こっちだ。このワイヤーで脱出だ。行こう。急げ急げ。Thank you.
ウェッジの猫だ。何？行ってみよう。行くぞ。せーの。ウェッジ。くそ、こんな時に。大丈夫。本当か。この野郎、心配させやがって。よかった。ありがとう。よし、行こう。安全な場所に移そう。他のことはその後。おう、そうだな。クラウド？よくやった。ウェッジのこと任せていいか。俺はここで仲間を待つ。ウェッジが生きてたんだ。可能性はゼロじゃない。俺は支柱の上でジェシーとビッグスと話した。だから二人の状況は知っている。帰ってくる可能性は。でもよ、星に帰ったんだよ。帰る場所間違いやがって。立ち止まってたらあいつらに笑われちまうな。たく、重てえな。すまねえ、本当にすまねえ。他に当てがなくてよ。
怪我人を追い出すような白状はできないよ。ようやく見つけたぞ。おい、何をする。やっと会えたって。ウェッジ、どうして。お前大丈夫なのか。エルミナさんのご飯が美味しくてって、そんな話してる場合じゃないっす。もうすぐ。あ、今の何、爆発。本気アバランチの作戦っす。混乱を起こしてプレジデントを狙うっていう。間に合わなかったな。今の爆破で警戒態勢に移行した。え、閉じ込められた。慌てるでない小娘、見ろ、研究施設内はまだ移動可能だ。屋上まで行ってください。本家のヘリが待機してるっす。本家のヘリだ。奴らが俺らを乗せるはずねえだろうが。頭下げたっす。何度も下げたっす。ウェッジ、それじゃあまた後で。たくあいつ勝手に動きやがって。でも助かった。帰ったら説教だな。以上なしと。バレット。うわ、またに立てたかな。